いや、この自粛期間がスタートしてから、この期間で自分に課題を立てて戦ってきたので、自粛が明けて一番変わってる、一番進化してたのは清宮だなって思ってもらえるように、まあ、むしろ今までのあいつはどこに行ったんだって思われるぐらいの進化を見せて皆さんを驚かせたいと思ってます。自分の目標は何だったのかと、プロレスに対する自分の熱はどこにあるのかっていうのを、そういうのを明確に考えた期間でした。ナンバーワンになるためにこの業界に入ったってことですね。俺たちはこの厳しい訓練を受けてリング上に立ってるんだっていうことも自分の中では頭に叩き込んで、コロナに対してもプロレスラーとして負けないってところを皆さんに見せていこうかなっていうのは思ってました。落ち込んだ時はプロレスを見ろ、俺を見ろ。プロレスにはどこにもない唯一無二のエキサイティングな興奮がある。それがみんなの生きる活力に俺はなると思ってる。大変な時期だけど、みんなで乗り越えて頑張っていこう。本当にそのプロレスの火を絶やさないという心の中で本当に強く強くそれを思いながらやってきたんで、そしてそのノアだけじゃなくてアベマを通して皆さんにも多分お伝えすることもできたし、うん、絶やさないどころか火は燃え上がってんじゃないですかね、はい。まあ、おそらくね、みんなやっぱり自粛自粛っていう中で大変な思いをしてきたと思うんですけど、まあ、そんな中でもこう今までやってなかったこととか、挑戦してなかったこと、できなかったことっていうのがいろいろ目に見えてきて、でそれをやる時間、あと余裕、40にしてこういう期間を経験できたっていうのはある意味プラスにもなったかなと思いますね、はい。本当にファンの方たちとおそらく同じような目線で見てたんですけど、ちょっと面白いですね。ワクワクしたし、うん、あとその視聴者数とか、うん、見る限りではその会場に入りきれないほどのお客さんたちが見てくれてるっていうのが明らかに形になってるんで、うん、で SNS とか見ても、非常に楽しかったとかワクワクするとかそういう声をいただいてるんで、これはもうこれもまた止めるもんじゃないなと思いますね、はい。このコロナという状況下の中でですね、みんな本当にいろんなことを頑張っていろんなことを我慢して過ごしてきたと思います。でも本当にこう耐えて耐え忍んで、やってきたことっていうのは無駄にならないと思うし、僕たちも、しっかり、それを見せていける自信もあるし、このコロナの時の、ね、前よりももっと素晴らしいものが、皆さんにお届けできると思います。プロレスの、ね、将来、明るさ、勇気、元気、いろんなものを楽しみにしていただいてですね、これから僕たちとまた一緒に突っ走りましょう。やっぱり家にいることも多くて、海外ドラマをいっぱい見てましたよ。ブラックリストっていうのを見てね、ウォーキングデッドも見たしね、ロストっていうのも見たしね、ロストっていうドラマの中にね、橋本真也にそっくりやつが出てきてね、ぶっちゃけ3月までは末まではレッスルワンの代表やってましたから、でね、この代表を降りてレッスルワンをやめててと同時にこのコロナが来ちゃってるから、本当になんかすごいこの変なこの人生のこの渦の一番の変な過渡期というかところですね、今現在は、うん。俺本当は4月アメリカで試合やる予定だったからね、それも流れてるし、8月にプロデュースするマスターズっていうのもあるんで、それも一応もう今の中ではもう今から準備して もまず8月でも今はもう間に合わないなって、なんて諦めようかなと思ったりとか、その他6月にも試合があって、
全日本にも呼ばれて、道のくプロレスにも呼ばれたり、それもみんなキャンセルになってるからね。その試合のできないというストレスっていうのは、そうですね、なんかこのノアの無観客のこの試合で、もしこれで採算とか取れたりあれしたりして、ね、これでそのプロレスファンがまた広がっていくような形が作れたら、これは新しい未来型のプロレスじゃないかななんて思ったりもするけどね。ね、お客がいようがいまいが、その見てる人がいるわけだから、このカメラの向こうには、ね、何万人の人が見てるわけだから、それはやっぱり手は抜けないと思いますよ、きっと。一生懸命プロレス道を邁進してきますので、よろしくお願いします。いや、いや本当に憎いですよ、コロナというものは、まあ、プライベートというか、中島選手どんなことをして過ごしたのかなと思います。いや、もう自粛だからね、特にこう出かけることもないし、まあ、その中で、まあ、僕はプロレスラーなんでね、プロレスのことを考えたり、まあ、家でも、まあ、料理とかもしましたよ、無観客にテレビマッチって経験はありましたか？初めてですね。初めて、今このプロレス界でもそういう意味では最善を走ってるのかなと、まあ、そういう環境に自分たちもいるということは、感謝だし、プロレスラーとしてもその戦えるリングがある以上戦っていくしかないよね。ファンがいるし、まあ、俺はファンのことをホーミーズって言ってるんですけど、まあ、そんなホーミーズたちがね、いつもこのカメラの向こうから見てくれてるから、まあ、そういう意味では何も変わらないって言った方がいいのかもしれない、むしろこのコロナの状況下でもう発信ができて、ホームズたちが見てくれて、よりこのコロナでぐっと距離が縮まったと思ってる、共に戦ってるからね、まあ、緊急事態が解除されたといえど、本当に目に見えない恐怖の中、みんな、大変な思いをしながら生きていると思います。その中でも俺はプロレスラーで、プロレスラーとしてしか伝えられないものはきっとあるんで、それを探しつつ、この画面に向かって俺はプロレスを届けていくよ。これからもよろしく、ホーミーズ。やっぱりこうリング上に戦うのが俺の生きがいかなっていうのがあって、本当に俺にはもうプロレスが必要なんだなって改めて思ったこの期間だったなと思う。まずコロナになってからプロレスにノアはプロレス界の先頭切って無観客試合を行ったよな、賛否両論あると思うけど、これからもどんどんプロレスにノア、そして今後、そして俺ケンを先頭に立って、プロレス界の先頭になってこのまま突き進んでいきたいなって思ってる。やはりもうこの無観客はずっとやってきたけど、やはりもう俺に今欲しいものはてめえら腐ろうどもの声援だから、俺はもう本当にもう観客入れられて声援を聞いたら、あと何十倍も何百倍も強くなってんじゃねえのかって思う。おい、俺たちプロレスラーはプロレスをすることで生きている。そしててめえら草野郎どももプロレスを生きがいにしてんだろ、プロレスを生で見たいんだろ。おい、あとな、少しだけ待っててくれ。俺たちはな、もうな、めちゃくちゃ力たまったんだ、あり余ってんだよ。それをな、てめえら草野郎どもの前でアピールすることを楽しみに生きていくぞ。おい、てめえら草野郎ども、これからはな、俺たちプロレスリングノア、そして今後、そして剣を俺についてこい。まあ今世間がコロナの自粛で動いてない分、こうやってね、こう楽しみ、試合を見る楽しみというものも
見に行く楽しみというのもなかった状況だったんでね、だって画面を通してアベマの画面を通して試合を伝えること、そしてその試合を伝えるという大切さというものをなんか一から学ぶことができました。見つめる時間ができてたんで、自分にとっては、まあ、有意義というのは言い方はおかしいかもわかんないですけど、本当に自分にとってためになる時間だったなとは思いますね。まあ、どんな状況においてもプロレスラーとして、チャンピオンとしてプロレスラーとしてどういう状況を持っていくか、どういうことをするかというのを考えれましたね。そうですね、まあ、会場で試合を見ることは、ね、まだできないかもしれないですけど、画面を通してノアの戦いを最前列で楽しんでください。よろしくお願いします。 I am Noah. We are Noah.